こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、セブンイレブンのサンドイッチを10個お店にあった全種類を買ってきたんで食べたいと思います。サンドイッチ美味しいですよね。私ね、これ好きなんですよ。フルーツサンド美味しいですよね。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。最初はどうしようか。まずはこれです。こだわりの卵サンド。卵めっちゃ入ってます。いただきます。うん、パンがふわふわで、卵がめっちゃ滑らかです。そこに白身の鉛が入ってますね。卵サンド完食です。こだわりのツナサラダサンドです。全部こだわりですね。なんかちょっと鉛パンチがないなって思ったらこだわりつけてる感じ。そんなことないですね。美味しそうです。いただきます。うん、レタスが結構シャキシャキしとってツナとよく合います。こだわりのツナサラダ完食です。揚げ鶏サンド。人気の揚げ鶏とマヨネーズが入ってます。揚げ物とマヨネーズって本当合いますからね。あ、めっちゃ鶏の唐揚げみたいな匂いがする。分厚いです。うん、鶏が柔らかい。パサパサしとんかなと思ったけど全然そんなことないです。揚げ鶏サンド完食です。からしマヨネーズがね、良かったです。ツナと卵のサンドいきます。これでもさ、さっき私卵サンド食べてツナとレタスのサンド食べとうけ、なんかうん、あんま多分違いないですよね。ほぼ一緒ですもんね。レタスが入ってないぐらいですからね。これはもうなんかもう別にさっさっと食べます。一緒です。あ、でもこっちの方がさっきのやつよりレタスが入ってない分ツナがたっぷりかもしれん。ツナと卵のサンド完食です。レタスたっぷりシャキシャキレタスサンド食べます。あ、ほんとだ、めっちゃレタス入っとる。チーズも入ってます。チーズ、ハム、レタスですね。うん、レタスがたっぷりです。このチーズもね、なんかちょっとパンチを効かせてますね、味に。レタスたっぷりシャキシャキレタスサンド完食です。ミックスサンドです。これもなんかあれですね、今まで食べた分の組み合わせって感じですね。いろんなの食べたい人はこれがいいですね。いろいろ食べれる。ロングセラーの延長品らしいね。いろいろ入っとったね。じゃあツナから。これもなんか若干ツナサンドより少ない気がします。ツナが、卵とハムです。チーズ、ハム、レタスです。ミックスサンド完食です。うん、美味しかったです。もう全員集合って感じでしたね。たっぷりハムと卵のサンド。卵とハムのサンドが2枚とで、真ん中はキュウリとハムのサンドですね。卵とハムのサンド、これこれは今までのサンドイッチに比べたらパサッとしとるかな。私はね、結構マヨネーズとかたっぷりなのが好きやけ、今までに比べたら好きじゃないかな。で、ハムとレタスです。あ、これキュウリ入ってないやん。え、私どこ見とったやろ。キュウリは入ってないです。ハムとレタスです。なんかね、一個一個の具が今までのサンドイッチに比べたら少ない気がする。でもこれ安いけ、250円でこの2種類入っとるから、ちょっと安い値段でいろんなものが食べれるって感じですね。たっぷりハムと卵のサンド完食です。ジューシーハムサンド。ジューシーってツイートだけでさ、食欲そそられますよね。ずるいですよね、ジューシーって。芸術的じゃないですか。綺麗、ケーキみたい。これ2個一緒に食べます。うん、贅沢です。きゅうりの風味がいいですね。ハムとからしマヨネーズに合ってます。
ジューシーハムサンド完食です。でおかず系のサンドイッチは最後になりましたね。一番高い厚切りトマトとベーコンの BLT。 なんかね、これだけパッケージの色が違うもん。高級感ある感じになっとる。これは3枚パンを使ったサンドイッチが2枚入ってます。 BLT、 ベーコン、レタス、トマトですよね。うん、あー、さすがベーコンいい仕事してますね。だってトマトもね、みずみずしくて美味しい。期間限定、あ、期間限定なんだこれ。厚切りトマトとベーコンの BLT 完食です。最後はこれです。フルーツミックスサンド好きなんですよね。いちごのやつがでも一番好き。その分ね、いちごのやつが高いですよね。キウイと黄桃とパインとか入ってますね。いろいろ入ってますね、こんなちっちゃいのが。おいしい。食パンと生クリームっていうのがね、結構私この組み合わせ好きなんです。そこに果物のみずみずしさが加わっていいですね。フルーツミックスサンド完食です。じゃあセブンイレブンのサンドイッチ10種類、ごちそうさまでした。全部ね、美味しかったです。私この中ででも一番美味しかったのはあれです、 BLT サンド。ベーコンがね、分厚くって、でトマトとかもよく合っててめっちゃ美味しかったです。その次、卵サンド、チキンサンドかなって感じでしたね。とっても美味しかったです。ぜひぜひ皆さんも食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。